はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回は納車されて間もなく1年が経とうとしているスバルのレヴォーグ STI スポーツ EX、 こちらでですね、納車1年採点インプレッションしてみたいと思います。結構ね、もう距離は乗っていてですね、今1年までは行ってないですけど11ヶ月ぐらいで走行距離5324キロと出ています。結構乗ってる方かなと思います。まあ7台あって、5000キロ乗ってるということなんで結構乗ってると思いますけどね。それじゃあ、ここから料金所ですのでちょっと料金所ダッシュしてみたいと思います。せっかくなんでスポーツプラスにしてですね、料金所ダッシュしてみようと思います。それでは床までドン。おー、結構あのシフトアップするような演出入ってますね。ガーンガーンみたいな。でやっぱ AWD なんですよね、レヴォーグはフルタイム AWD ですので、あのトラクションのかかり方がやっぱり自然というか、あの姿勢がノーズが浮くようなこともなく加速していきますね。この辺はやっぱスバルの AWD の安定感の良さというのがあると思います。このね、AWD の制御とかも STI スポーツ EX ではですね、GTH とか他の STI 以外のグレードだと、SI ドライブというね、スポーツとインテリジェンスという2個しかないですが、こちらではですね、ザック製の、電子制御サスペンションもついているので、コンフォート、ノーマル、スポーツ、スポーツプラス、インディビジュアルという形で5種類、走行モードが選べます。で先ほどはスポーツプラスで走りました。スポーツプラスで走るとパワーユニットが S シャープ、ステアリングがスポーツ、サスペンションがスポーツと、 AWD の制御もスポーツになって、アイサイトもダイナミックになるというような形で、まあ、全てが、スポーティーになるという感じなんですけど、そんなに足回りとか乗り心地の印象が変わるかと言われればそこまでではないんですけど、まあ、ステアのこうどっしり加減とかですね、あとはアクセル踏んだ時に対する加速性とかが増すので、結構ねキャラ変はしますね。ずっとこれで走ってると燃費も悪化するだけなので、インディビジュアルで、自分でねカスタマイズできるんですが、私はパワーユニットがインテリジェンス、ステアリングとサスペンションがスポーツで、 AWD はノーマルとかっていうような形でカスタムして、まあ、燃費がそんなに悪化しない範囲でサスペンションとステアフィールだけはスポーツにしているというカスタムをしています。今そのインディビジュアルにして今走っていきたいと思います。ということで1年間乗った新型レヴォーグの総評という形で評価したいと思うんですが、特にね最近使用頻度が上がってきてます。というのも、ブリヂストンさんの案件でね、ブリザック VRX3 を履かせていただいた関係でですね、路面凍結の恐れがある地域に出張する際にはこのレヴォーグを足として、行っていると。なんか最近だとレクサスの、立品での、試乗会であるとか、あとはまあ富士スピードウェイ行く最中とかも危ないなと思ったんでレヴォーグで行ったし、ちょっと年末は箱根で、プライベートでお休みした時も、レヴォーグで行ったしというような感じで、レヴォーグの使用頻度がここに来て急激に上がっているという感じで、走行距離も、1年足らずで5300キロという形になっています。ではね改めて、レヴォーグ5項目採点行ってみたいと思います。まずねエクステリアですけれども、エクステリアの採点は80点とさせていただきます。まあ、80点以上がついている車っていうのは私太鼓判が押せる、まあ、有料か不可の有がつく車だと思っていますので80点はいいと思います。まあ、昨今ね流行りの SUV ではなく、まあ、ステーションワゴンという形で、まあ、最近ではもう絶滅危惧種に近い感じにはなってきちゃっているかなと思いますけども、まあ、中でも売れてるのは、まあ、輸入車の、まあ、5シリーズの、ツーリングであるとか、あとはまあC クラスの、ステーションワゴンとか、そういうのはまあ相変わらず売れてるんですけど、国産車だと本当にレヴォーグ、あとレガシー、アウトバックとか、あとカローラツーリングぐらいしか
このステーションワゴンの形って売れてないと思うんですよね。あのマツダ6とかはありますけども、まあ、数は出てないということを考えると、中でも売れてるのはレヴォーグが一番売れてると言っても、まあ、カローラツーリングに次いで売れてると言っても過言じゃないかなと思う、エクステリアとなっていて、まあ、それでいて結構かっこいいと、まあ、先代から、まあ、キープコンセプトだったんですけど、ヘッドライトのユニットの形がちょっと小さくなって目がちっちゃくなったみたいな風に最初は言われてましたけど、あの全然、そんなことなくですね、個人的にはすごく気に入っているエクステリアとなっています。じゃあなんで90点100点じゃないのというところとしては、まあちょっとオーバーハングが長いかなというところとですね、まあすごいめちゃくちゃ超絶かっちょいいという感じでもないので、まあ80点と言いましたけど、まあ85点にしましょう、じゃーんという形でちょっと点数が上がって85点とさせていただきます。その85点に上がった要因としてはですね、マフラーが結構いかついのが標準でついてると、まあ、STI パフォーマンスとかの、マフラーじゃないんですが、 STI スポーツではですね結構マフラーは、いかついのが2本出し、片方1本ずつ出しで出ているというのを考えると、まあ、結構純正でここまで頑張ってるんだったらいいんじゃないかなと。でホイールも18インチで、まあ、そこそこ見栄えもいいし、まあ、樹脂パーツが多少、ね、あるとかっていうのもありますが、まあベースキットっていうね、エアロみたいなのをつけて LED アクセサリーライナーをつけると、まあ、結構見栄えも向上しますし、まあ、不満はそんなにないかなという感じで、まあ、よくできたエクステリアだと私も思っています。ということでエクステリアの採点、あのボンネットフードに開いてる穴も含めてね、個人的には全然ありだと思います。あれは機能性もあるし、ちゃんと水平対向エンジンのエンジンを冷却するために上から風を当てているという機能性もあるので、レヴォーグではね、やっぱフロントの面積が狭いので、空気の、グリルから取り込む面積が狭いので上からも入れているという機能性のある穴になってますので、あれもいいと思いますし、うん、全体的に満足度高いですよね。ヘッドライトもやっぱアダプティブドライビングビームというアダプティブハイビームになっているし、かつ、アクティブステアリングみたいな、なんかアクティブヘッドライトだけなのか、あのステアリングを切った方にちゃんと、ヘッドライト向きを変えて照射してくれるとかっていう、まあ、コーナリングランプの代わりをしてくれるようなそういうサポートも入っているし、本当ねエクステリアとか外装のライト類トーカ類に関しては不満が、ね、少ない車種になっているなという感じで85点とさせていただきます。なので初期の頃に、採点をしたと思うんですが、その時は80点という評価だったと思いますが、ちょっと5点上がったという感じですね。そして、続いて内装の評価ですけれども、内装もね非常に満足度高いですね。やっぱ常に結構最近乗ってますけども、まあ、ステアリングの、触り心地、革の質感もすごい上質な、あの本革ステアリングといっても結構様々ありまして、革でも結構ゴワゴワしてる手触りとかがある中で、レヴォーグの本革のステアリングは肌触りめっちゃいい、そしてパドルもついてる。でやっぱねなお良かったのは、この 11.6 インチの巨大な、ナビモニター、これもまあまあ使い勝手が良かった。ちょっと動きもっさりしてるし、オートビクルホールドを毎回メニューの中から選んでやらなきゃいけない問題は、まあ、相変わらず不評ですけども、しかもね結構反応が悪いんで、ポチッポチッポチッって、ね、3秒ぐらいで行くんだったらいいんですけど、ポチッって押してからメニューが出てくるまでやっぱ 1.5 秒ぐらいかかったりとか、結構やや描画がもっさりしてるっていうところもあって、まあその辺もちょっとナビのこのクロックのスペックみたいなところは若干不満はあるんですけど、まあそれ以外はそんなに不満はなく、使えてると。あとやっぱこのインフォテインメントに関しては、まあ、物理スイッチでエアコンの温度を調整するボタンがついていたりするのは全然良いですし、ただシートヒーターはメニューから呼び出さないといけないとか、この辺は若干、どうしても物理スイッチじゃないところの弊害は出てます。ただ内気循環とかに関しては、ここをカスタムできるので、1個だけボタンをカスタムで置けることができるので、それで、まあ、不満は少し減っていると。でエアコンの風量もここで物理スイッチで、あるけど、まあ、ちょっと小さいかなという感じがありますね、液晶の中の、スイッチが。
あといいところとしてはこの上にマルチファンクションディスプレイを表示するしないを選べましてですね、表示すると今かかっている音楽、今の高速道路とかの、ナビ系の案内、そして、カレンダーと燃費と、まあ交通標識読み取りシステムを出す画面とかもあって、結構これが多機能ですよね。私はだいたいここに、今かけてる音楽を表示してるんですけど、これがあることによってあの不満が一つ解消してる。要はそのメーター内の情報量が多い少ない問題っていうのを私いつも言ってると思うんですけど、あの国産車の多くではやっぱ必要な情報が得られにくいというのが 一目で見えないというふうに言ってますが、そのうちの一つ、音楽今何がかかってるのかっていう曲名とかが知りたいって思った時にここに割り当てておけると、まあ、もちろんメーターの中にも割り当てておくことはできるんですけど、そうすると燃費とかが逆に見えなくなってしまうので、まあ、私はここに音楽を割り当てているという感じですね。助手席の人はもう見えますからね、ここに音楽の情報を割り当てていると。で、高速略図とかも表示されると。そしてもう一つ優れているポイントとしてはですね、やっぱりこの、デジタルメーターですよね。デジタルコックピット、これはいいと思います。1年間使ってましたけど本当に不満はない、国産のメーターの中では一番優れていると、今一番先進的と言っていいメーターだと思います。表示できる情報もですね、運転支援を前面に出したもので、そのうち、サイドに、スピードとか、あとは運転支援の情報、標識読み取りの情報で、こっち側はカスタムで燃費であるとか音楽とか、あとは今走ってる道路であるとか、あとはアイドリングストップの状況とか、そういうのが選択して表示できますし、あとは2眼のメーターで、こちらがまあ一番使っている方が多いと思いますが、2眼のアナログメーターの中央にアイサイトとかの使用状況、作動状況を表示できる、これがまあ一番、標準的かなと思います。で、この中央の部分はカスタムはできなくてアイサイト固定となっているので、まあ、そこはね、バーチャルコックピットとかに比べると、まあ、一部機能はどうかなと思うところはあるんですが、逆にバーチャルコックピットよりも見やすいかなと思うところもあったりして、結構このスバルのメーターは優れてるなと思いました。で、この地図モードにすると、中央が、ナビの地図が表示されまして、まあ、簡易的ではあります。ここの地図は、拡大縮小を任意でできるわけではないんですが、ちゃんと今走ってる道路も、上に表示されますし、サイドのところにもやっぱ運転支援とスピードとですね、こっち側にはタコメーターと、燃費とか、あと音楽とか、航続可能距離とか、それも、カスタムして、何を表示するかを選べますので、あとナビの状況とかも、この地図表示モードだと表示できて、このメーター内にあの高速略図も表示できるというのが優れもので、今までその機能を持っていたメーターって私は記憶にない。バーチャルコックピットですらここには高速略図は表示できなかったと思うんで、その点あのレボーグのこのメーターはすごい表示できる情報は優れてるなと思うところですね。で、しかも、水温計とかですね、あとドライブモード、そして、燃料タンクの残量とかも表示できていた、あと外気温と、時計で、オートビークルホールドの作動状況とか、必要なものは全て一目で見えるような状態になっているので、もうほんとバーチャルコックピットに次ぐ情報量の多さと言っても過言じゃないこの、スバルの、デジタルメーター、これはねすごいなと思いました。これはもうほんと太鼓判、今国産の中でも素晴らしい。だから新型アウトバックにもこのメーター採用されているので、これはねほんと使ってみるとめちゃくちゃ分かりやすいと思います。その他においても手に触れる部分の質感非常に高くなってます。やっぱ、SGP スバルグローバルプラットフォーム採用以降の、まあ、現行型インプレッサー以降のスバル車って内装の質感もすごく良くなっていて、こういうところもソフトパッドになってるし、ステッチ付きの、合皮で貼られていたり、あと、シートはねこれ STI スポーツだと確か本革だったと思うんですけど、後席の広さとかドアトリムとかにも全く不満はない。で、アームレストもちゃんとついてると。で、
充電できる USB ソケットも後席に用意されているということで、まあ不満のない、状況になってます。シートヒーター前席、後席標準装備と。不満点としてはステアリングヒーターがない、まあ、このぐらいですかね。この、オプションとはなりますが、アイサイトの、視界拡張のこのデジタルミラー、これもめちゃくちゃ解像度高くてめちゃくちゃ見やすかった。これはね、つけた方が良かったですね。で、視界空も減るんですよ、視覚も。だから実際にミラーで見ているところより、やっぱ斜め後方の視覚が減るので、ここのデジタルミラーで見切れるくらいにはこっちのサイドミラーで視認できるところまで来ているので、本当に斜め後方の視覚も減るし、見やすい。ただちょっと夜間はハレーション気味になるので、その辺はね、日産のノートオーラの方が夜間の、合成感とか高解像感っていうのはいいんですが、昼間の解像度とかはレヴォーグの方が優れているなと思うところですね。ただ録画機能とかはないので、別途ドラレコはつける必要ありますけども、まあよくできているなという感じですよ、これは本当。なので内装の特典に関してはダンダン90点つけていいんではないでしょうか。まあちょっとね、スイッチ類の質感とかがやぼったいところとかはあります。例えばこのドライブ、ポジションのメモリースイッチであるとか、ここのカーボン調のパネルであるとか、ちょっとまあ なんか子供っぽいというかおもちゃっぽいっていう風に言い換えることもできると思うんですけども、まあ上質っていうところじゃない、質感のところも若干あるけど、でもそれを押してでも許容できるぐらい、あの内装の質感よくできてる。あと、まあ、まあ10点分の減点としてはやっぱステアリングヒーターがない点、あとヘッドアップディスプレイがない点、あとここのねメーターフードがカチカチなんですよ。でここに私結構ね、あのちょっと降りるときとかメガネを置いたりとかするんで、ここがねカチカチだとメガネがズリッと落っこってしまうという問題があってですね、ここのメーターフードはまあソフトパッドとかだったら良かったのになと思うところですね。まあそのぐらいで不満点で、内装の質感90点つけられるということで、あとまあシートベンチレーションがついてたらなお良かったというところですけども、90点内装の質感つけてる車って結構少ないと思う。 GLB とか CLA とかでは90点つけてたかもしれないですけど、本当に内装の質感も機能面、バーチャルコックピットに次ぐこのデジタルメーターの機能性もすごく優れているということで、これはね、もう本当国産の中では素晴らしい、インテリア、あとインフォテインメントシステムと言えると思います。太鼓判90点ですね。続いてユーティリティに関してですけども、ユーティリティの評価、先に点数だけ出しちゃいましょうか。ユーティリティの点数は85点ということで、これも高得点。まあステーションワゴンなので、普通の、セダンとかハッチバックよりも積載性は優れているのはもちろんなんですけども、やっぱもともとねワゴンといえばスバルみたいなところもあり、あのラゲッジの使い勝手はとっても良かったですね。完全にフラットになる、荷室ですね、あの鉱石を倒すとフラットになる荷室、そして鉱石の背板の部分ですね、あそこのところもちゃんと硬さが確保されているので、なんかそこにこう寝たり座ったりとかするとこうふにゃっと潰れてしまうような感じもないと、結構トヨタとかの車はあの廃盤のところが結構やわでですね、あそこにこう車中泊とかで乗ったり座ったりするとちょっとへっこんじゃうような感はあるんですけど、スバルではそういうところもしっかり背板の部分も鉄板なのかなんなのか、ちょっと硬いのがちゃんと入っているというところと、あとはラゲッジ側からも、シートバックを倒すレバーもついていると。この辺も使い勝手非常に良かった。私車中泊した動画撮りましたけども、本当に足伸ばして寝れるぐらいむちゃくちゃ広かったですからね。いやあれはもう恐れ入りましたですよ、本当に。ちょっとまあ車中泊をするにはですね、ラゲッジ高、荷室高はまあ確かに SUV とかに比べると背が低いので、中腰というかですね、ラゲッジに座って頭が背筋が伸ばせるかというと、やっぱ頭が接触してしまう
ぐらい、まあ、こうちょっと背中を丸めてないといけないという部分はありましたけども、まあ、それでもちゃんとね、パソコン作業ができるぐらいの高さは確保されていたので、まあまあ良いかなと。そして、後席足元も、まあ、そこまで狭くなく、まあ、この D セグメントの、まあ、ステーションワゴンとしては十分以上の広さが確保されてますし、まあ、収納に関しては運転席周りは、まあ、すごい収納が充実しているというようなファミリーカーではないですけども、まあ、結構こういうところのトレーであったり、あと、アームレストコンソールのところの手前のところにちょっとだけトレーがあるんですよ。あのカップホルダーの後ろのところに、このちょっとだけトレーは何気に便利に使ってましたね。あの時計を置いたりとか、あと飲み物のキャップを置いたりとか、このちょっとした気遣いとかっていうのも結構ありがたかったなと思うところですね。なので、ラゲッジ、ユーティリティ広さとかですね、収納関係に関しては85点と、付けられると思います。続いて、走りの、得点なんですけれども、これは90点つけちゃいましょう。めちゃくちゃ高得点連発してますよね。で、まあ、今ね、ウィンタータイヤスタッドレス履いてるので、少しステアの応答性っていう面ではサマータイヤとかの状況に比べると、中立付近があのやっぱたわむような感じにはなってますが、本当ね、夏タイヤ履いてた時のレボーグっていうのは本当にステアフィールに関してはしっとりしてるなと。ダブルピニオンの、パワーステアリングになっているし、やっぱ路面の接地感、どっしり感っていうのはもう国産随一と言っていいぐらいだったと思います。お、渋滞している、ちょうどいいじゃん。今首都高でインプレッションしてますが、渋滞しています。ということはですよ、アイサイト X を起動しましたということで、ハンズオフできました。これですよ、これで。走りの元々の素性がいいのはもちろんですし、まあ、1.8 リッタープラス、リニアトロニックという CVT ですので、動的こう圧倒的な加速性能っていうところで考えると、まあ、往年のスバリストの方としてはですね、2リッター、ターボみたいな、あの280馬力みたいなのを期待されている方にとってはちょっと物足りないところはあるかもしれないんですけど、実用域の、加速フィールとか、さっきもスポーツプラスで、加速した感じもすごいやっぱ速いですよね。あのドライブモード切り替えて加速すると結構あの不満のない加速フィールになります。で、ステアフィールも良し、ブレーキタッチも良しということで、本当にね、ドライブフィールっていうところに関しては満足してます。そして、お、ハンドルを操作してくださいと出ました。今、アイサイト X はですね、高速道路で、50キロ未満という条件付きとなりますけども、ハンズオフですね。今ハンズオフできてます。手放し運転、足放し運転、まあ半自動運転ですよね。ドライバーが前を必ず注視していなければいけなくて、かつ、ハンドルを操作してくださいって出てます。あ、50キロ以上出てるからですね、50キロ未満かつ、高速道路という条件付きで、ドライバーは前を見ていなければいけないという条件付きではありますが、半自動運転が実現していると、これね、ほんとすごいんですよ。本当にハンズオフ今できてたと思いますが、50キロ未満渋滞しているようなシーンでは本当にハンズオフできちゃいます。で、ドライバーモニタリングシステムも優れていてですね、本当2秒ぐらいよそ見してると、よそ見しないでくださいっていう風に、前方注意っていう風に怒られてしまうということで、姿勢がですね、強制される、ドライビングに対するこうよそ見もできない、居眠りもしてても警告してくれるということで、ちょっと細めの人はね、居眠り警告が出がちという話もありますが、本当にね、ちょっと2秒でも横見てると怒られちゃうぐらい、すごいですね、運転支援に関してはもう先進的。BMW 私乗ってないから分かんないですけど、 BM も実はあんな駆け抜ける喜びなんて言ってね、ドライバー中心の
車作りしてるかと思いきやハンズオフも実現していて相当運転支援に関しては先進的なんですが、それに次ぐぐらいスバルの、レヴォーグアイサイト X 搭載されている車に関しては非常に先進的、優れてる。これはいろいろ輸入車乗ってる私の中でも一番でした。もうこれは太鼓判を押せる。本当に運転支援の確実性というかですね、今も、これね、ハンドルは静電式検知なのでこのように触れてさえいれば、ステアリングを握っているという、検知をしてくれます。で今カーブがくねくねマークが表示されていて、アイサイト X ではですね、あ、ちょっとここをコースアウトしちゃいますね。順天頂衛星みちびきというね、衛星とリンクしていて、ナビリンクの衛星があってですね、料金所とかあと急カーブのところではですね、その前に自動的に減速をしてくれる機能というのも備わっています。なので今みたいに他の車だとそのナビリンク機能がついてなかったりとかするので急カーブでも指定した速度でそのままギュンと行ってしまって、レーントレースが維持できないということが往々にしてありますが、レヴォーグのアイサイト X ではそういうこともなく、今ちょっと急すぎるカーブだったので、完全に、こういう風に手が添えているだけという状態では曲がりきれませんでしたが、もともとハンズオフではないので手は添えていないといけないので、そういう時はねちゃんと自分の方で切り増しをしてあげればいいというだけなので全く問題はありませんが、そんな感じで、コーナーの前では車の方でしっかり減速をして、かつ遅すぎない速度で絶妙な速度で、突入してくれるというところは本当優れてるなと。そして、ここね今アイサイト X の作動状況とかが、ここのちっちゃいモニターのところに、出てますが、ここねちゃんとウインカーとか、ね、ブレーキの作動状況とかも、このちっちゃい車のアイコンの中に、表示されています。なので今ブレーキが点灯している、今、ウインカーが点灯しているとかも、分かるようになっています。で今ねティリンティリンとかって言ってたのは前に車が、認識した時はピッていう風に言って緑のインジケーターがですねガラス窓に、ヘッドアップディスプレイの代わりみたいな形で、緑ランプがつくようになっていると。あとは今ピリーンって言ってるのはレーンを認識できませんっていう時は、このように、オレンジのランプが点灯して、レーン維持モードが解除されるという形になっているので、カメラで読み取れない時ですよね。やっぱアイサイトはセンサーというよりはステレオカメラで読んでいるのでちょっと西日になっていたりとか今のように、こう日陰の先の、白線とかがちょっと読み取りづらい部分があるのかなって思う時はありますけど、それでも他のメーカーの、レーン維持能力よりもはるかに高い、レーンキープ能力とレーン認識力ですね。でこれは、高速で、使うのがもちろん推奨されているところではありますが一般道でも結構がっしりとレーンキープしてくれる。そして、交差点とかに進入しても白線が要はないようなところに進入しても前方の車両をロックして、それを追従するように、走ってくれるという、賢さもあるので本当ねすごいっすよ。今も私ずっとアイサイトで走ってます。で前方の車両が、割り込んでくるようなところでもそこまで危なげなく、ちゃんと加減速をしてくれるという感じですね。このね運転支援の優れた加減は本当ね国産の中では間違いなく一番と言えると思います。レーンキープ維持力、そしてやっぱハンズオフができる車っていうのは相当限られてますし、あと一般道高速問わず全車速追従のアダプティブクルーズコントロール、さらにレーンキープがついているという点でも、優れているポイント、ノートオーラとかよりも、優れているなと思うところなので、これはねすごいですね。でこれねアダプティブクルーズコントロール中にもしドライバーが居眠りをしてしまって、あとはなんか具合悪くなって意識を失うようなシーンでもですね、ドライバー異常時、対応システムみたいなのがついていてですね、警告を
散々して、それでもドライバーの意識が戻らない場合はですね、ハザードを焚きながら本を鳴らしてですね、周囲の車に警戒を促しながら、コーナーの途中ではコーナーを30キロで抜けて、その先直進になったところで自動的に停車をして、ハザードとホーンで周囲の車に呼びかけながらオペレーターにつながると、これ SOS コールついているんで、人間のオペレーターから呼びかけをしてくれると。それでも意識がない場合は救急車を GPS の位置で把握して派遣してくれるというような、本当にこれがあったからこそ死ななかったっていう命があるんじゃないかって思うぐらい、めちゃくちゃ安全なシステムが備わっています。あ、そして今ちょっとね自力でやっちゃいましたけど、自動レーンチェンジ機能も、レボーグにはアイサイト X にはついているということで、アイサイト X の起動はちょっとね、そういえばちょっともう改めて説明をしておくと少し特殊でですね、これは納車されてからもしばらく忘れてたところではあるんですけど、このクルーズコントロールボタンを押してセットとやると、今走っていた速度からアダプティブクルーズコントロールとレーンキープはしてくれます。これは普通のアイサイト X をつけない、スバルのレボーグとかでも備わっています。ただしここから先がですね、ここのアイサイト X ボタンが、ここのクルコンの下のボタンがありまして、これを押すと、ここのメーター内の、運転支援インジケーターがついている情報が出ている部分が少し広がるんですよ。そうするとアイサイト X が起動していますよと、こういうアイサイト X マークみたいなのがつくんですが、その状況だとアイサイト X で今走っているという状況になります。これが普通のアダプティブクルーズコントロールとアイサイト X の、クルーズコントロールと何が違うかというと、さっき言ってたナビリンクの機能、今ここに、くねくねマークがついていて、ちょっときついコーナーがありますよ、なので、自動で加減速しますよという、制御をやってくれています。自動減速ですね、コーナー前自動減速機能、これもアイサイト X の機能、そして自動レーンチェンジ機能、これがつくのも、アイサイト X の、機能になります。じゃあね、今から、自動レーンチェンジもやってみたいと思います。で、白線を認識している状態で、ウインカーを入れます。そうすると、ステアがね自動的に、曲がっていって、お釣りもなく、このようにレーンチェンジができるという状況ですね。で、今4車線道路の、真ん中を走ってますが、左右のレーンをちゃんと認識していると、これがアイサイト X ですね。普通のアダプティブクルーズコントロールだと隣の車線とかの情報が出ないんですが、アイサイト X だと、多分センサーとかカメラの数が増えてるのかな、隣の車線を、認識するようになって車が走ってますとか、そういうのの情報も、このメーター上に表示されるようになるというところが通常のアダプティブクルーズコントロールとアイサイト X の違いの部分ですね。左右のレーンを認識しているときで、斜め後方に車がいない、斜め後方に車がいるときはですね、この画面上に出るので、モニタリングされてますというのが出るので、その出てない状況で、ウインカーを入れると、このように自動レーンチェンジをしてくれると、はい、これもねやっぱ静電式のステアだからこういう風にやっているだけでも握っているという判定をしてくれるので、もっと言うと本当はやっちゃダメですけど、ズボンがここに触れているとステアを握っているという判定がされるというね、ちょっと裏技はありますが、これはちゃんと握っててくださいね、危ないんでね。そのぐらいね、もう運転支援に関してはもう完璧ですね、超絶優れてると言っていいかもではないということで、ドライブフィールに関しても90点、つけられると思います。残りの10点の足りない部分としては、やっぱパワートレーンがですね、2.4 がこれから出たので、そちらを買うともっと95点とかに近づいてくるとは思うんですが、2.8 ターボにとどまっているところというところで、90点とさせていただきました。あとね、ドライブフィールのところで減点に入っている部分としてはですね、この A 型のレボーグに関してはですね、フロントのセンサー類がついてないというのと、360度カメラがないというところで、なくてもいいんですけど、昨今軽自動車にも
まあ、360度カメラが当たり前についてくるような時代になってきている中で、まあ、結構ボディの大きいステーションワゴンでついてないというのはちょっと寂しいところかなと。あとフロントと左側とリアはついてて、ついてないのはこっち側右側だけなので、これだけつければ360度カメラになるのになというところで、視界拡張で今後対応してくるといいなと思うところ、オプションでもいいから、あってほしいなと思うところですね。あとはやっぱフロントのセンサーがついていないというところで、まあ、そこも、まあ、障害物にフロントすりそうな時とかピー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 とかって言ってくれればいいのになと思うところで、確か B 型になったらついたとかつかないとかっていう話があったかと思いますので、これからそれは解消されていくとは思うんですけども、まあ、初期型の A 型ではフロントのセンサー類がついてなかったと、後ろだけだったというところは、まあね、ちょっと惜しいところかなと思って、まあ、100点ないし95点はつけずに90点とさせていただきました。太鼓判ですね。あとね、ちょっとね、ビビリオンがね、ちょっとこのなんかミラー周りから出てる、多分この辺の配線が、ま、もしかしたらこれもまたドラレコの後付けした配線とかで、それが養生が足りてなくて音鳴ってる可能性があるんで、個体差だとは思うんですけど、ま、若干ジリジリ言うっていうところもあり、ま、ちょっとその辺かなと。で、私のレボグの個体はですね、当たりを引いたのか、あの初期モデルだった人はですね、結構あの不具合が出てたというふうに聞いていますが、私のはたまたまラッキーで、あの目立った不具合全くなく、乗れているというところで満足度が高い部分でもあると思います。ただね、リコール自体は出ているので、これから交換しなきゃいけない部品があるんですが、部品自体が届かないということで、まだ対応できないと大丈夫なんかいって思うところではあるんですが、まあ、そういう感じで、まあ、そういうね、結構新しいいろんな技術をてんこ盛りで積み込んだんで、まあ、そういうね、あのリコールとかがあるのはしょうがないかなと思いますが、まあ、人柱という意味でもね、買って個人的には非常に満足している車というところで、ドライフィルム90点とさせていただきます。それでは、新型レボーグ STI スポーツ EX1 年乗った総評おすすめ度ですけれども、90点つけちゃいましょう。いやー、むちゃくちゃ良かったです。もうなんかめっちゃ風強いな。おーって風切り音もすごいしてますね。CD 値とかはね、多分あのメルセデスとかの車みたいに結構ね、ああいう流線系の方がいいんでしょうけど、結構スバルの車あの凹凸が多いんで、風切り音は若干するかなという感じはありますけども、まあ総合評価でも90点つけられる車だと思います。太鼓判ですね。まあ、去年のワンソクアワード、去年というか一昨年か、2020年のワンソクアワードでも、1位を大賞を取ったのがレボーグでありましたが、それが1年乗っても満足度は変わらずということで、これから買われる方は、まあ、リコールとかも対策された状態になっていると思いますし、私はちょっと今回購入見送りましたが、 2.4 リッターの、ターボモデルも出ました。ちょっと高いっていうね、540万ぐらい込み込み、あの見積もったらいっちゃってたんで、ちょっとな、だったら 1.8 リッターでいいかなと思ったところでもあるので、まあ、あのドライブヒールのところで、10点減点しているところの理由としてもう一つ挙げられるのは燃費のところだったと思います。ただ燃費もですね、1年間乗ってるうちに慣らしが終わった4000キロとかぐらいからですね、燃費も結構向上してきまして、あの当初はね、なんか10リッター10キロぐらいしか出ないとかって言って私文句言ってましたが、後半4000キロ超えたあたりからは街乗りでも、12、3、そして高速で乗ると15とか、出るようになっていたので、まあ、そのぐらい出てればまあまあ普通だよなと。しかもありがたいレギュラーガソリン仕様というふうになっていますので、まあその辺の燃費の部分のネガも消えたということで、ドライブフィールで90点つけさせていただきました。ちょっとね、補足にはなりますけども、で総評でも90点ということで、本当に満足度の高い車になっていると思いますので、でしかもね、やっぱフルタイム四駆というところで、悪路、雪道とか、雪国とかそういう方でも、安心度が高いと、言えるのが、まあ、このスバルの車、だと思いますので、そういったところでもね、
うんだと。しかも運転支援がむちゃくちゃいいと。で内装とかメーターとかのインフォテインメントもいいというところで、まあ火の打ちどころがない車になってるんじゃないかなと思います。といった感じでね、スバル新型レヴォーグ STI スポーツ EX は超満足という形で、示させていただきたいと思います。まだね手放しませんから、あのディフェンダー X の納期がまだ確定してませんので、しばらく乗る予定はありますので、これからもね試乗会のお供に陶器はですね大活躍すると思いますので、ドライブ雑談とか含めてですね、レポートしたいと思いますので、スバルの動画とかね、レヴォーグの動画がもっと見たいよという方はぜひコメントとかいいねとかで、リクエストしていただければと思います。そしてお知らせなんですけれども、ワンソクチューブボイシー始めましたということで、耳だけで楽しめる音声、プラットフォームですね。アプリでボイシーって、iPhone とか Android とかでボイシーって検索してもらえると出てくると思います。そちらで、ラジオ番組配信していますので、ご興味ある方はボイシー、ダウンロードしてワンソクで検索してみてください。ワンソクラジオという、チャンネル名で放送しています。あとねメンバーシップ、やっていますので、iPhone からではメンバーになるボタンが出ませんが、Android なし PC からメンバーになるボタンを押していただけると、メンバーシップ参加できますので、メンバーオリジナルコンテンツが、月に10本ぐらい出ています。そちらも、ぜひ検討していただければと思います。車でも何でもね欲しいと思った時が買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物流ご支援車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。